マンデーファーストの田中です。今日は事業承継引き継ぎ補助金の最新情報ですね、お届けしていきたいと思います。6月の9日にですね、専門家活用型の公募要領が発表されました。ですので、経営革新会と、専門家活用型とこの2つの内容が出てくるんですけど、一応公募要領までは出ております。でそこから先の、肝心なですね、申請の内容とかっていうのはですね、まだちょっと最終の情報までは出ていないんですけども、現時点での情報というのはですね、ちょっと発信していきたいと思います。はい、まず事業承継引き継ぎ補助金なんですけども、この上と2つの2タイプが出てきておりますよということです。で上のタイプが経営革新タイプという形になりますので、創業支援型、経営者交代型、M&A 型って3つの型があります。ね、でそれぞれですね、何かと言いますと、事業承継もしくは M&A、事業の引き継ぎを行ってから、その行った事業を革新していってくださいね。そこに対して、設備投資であるとかですね、販促費を使った分に関しまして補助金出しますよ。3分の2の補助を出しますよっていうような、こういう立て付けの補助金になっておりますということです。で下の方は去年で言うと、経営資源引き継ぎ補助金というのがあったんですけども、それの後継者になっております。ですので、専門家に使ったお金ですね、例えば仲介会社さんであるとか、ね、M&Aのコンサル会社さんに支払った内容の3分の2っていうものですね、使いますよということですね、出ております。で、この2つなんですけども、実はですね、基本的に別々のものだろうということなんで、両方申請できるだろうと思っていたんですけども、実はですね、ダブル申請 NG ということになっておりますので、もし両方とも使えるんだけどっていう会社さんはですね、どちらかに選んでいただく必要が出てきますということです。で今から M&A もして、その後継続してもしちゃうとっていうような予定があるところは、どっちから選んでくださいねという形になっていきます。はい。それでちょっとご注意いただきたいと思います。はい。で、このダブル申請 NG っていうところはどういうところから来ているかというとですね、GBIZID プライムアカウントっていうのですね、この申請上で取っていただく必要があるんですけれども、こちらの、アカウント単位でですね、1申請しかできませんということでしたので、複数の会社を持っておられる方はですね、それぞれ出していただく、それぞれどっかに1個出していただくことは、可能かなということでございます。はい。あとで、この全体像のところですね、ちょっと注意事項としまして出しますと、まずその計画新タイプの方はですね、認定新規間の確認書が必要になってきますので、事前に対象があるのかどうかであるとか、計画新が生きてるかどうかっていうのはですね、ちょっと認定新規間の方で確認をしていただきたい。で、それはハンコもらっておいてくださいね、ということでございます。で、下の方ですね、専門家活用型なんですけども、実はですね、これ、中小 M&A 推進計画のところでは、ね、この専門家活用型においては、登録された業者さんを使わないと補助金の対象になりませんよっていうことがですね、言われてて書かれてたわけなんですね。ですが、おそらくですね、もう間に合わなかったんでしょうね。実はこの記載がありませんでした。ですので、今回は、どの事業者さんに頼んでいただいても、一応 OK な状態になっているということで、一応全体像としてお知らせをしておきたいと思います。はい。で、今日はですね、この経営革新タイプのところですね、ちょっと詳細をですね、確認していきたいと思います。で次の動画で、専門家活用型の方ですね、お話をしていきたいと思います。で、経営革新タイプの方なんですけれども、累計種3つありますよ。創業支援型、経営者交代型、M&A 型と3つありますよと。で対象となるものとしましては、人件費、外注費、委託費、設備費等々となっております。で、補助金がですね、創業支援型と経営者交代型っていうのが、マックス400万円になっておりますので、600万円の代社の投資に対して400万円が補助つきますよというタイプになります。で下の方の M&A 型だけちょっと額が大きいんですけども、1200万の投資に対して800万の補助がつきますよ。こんな形になっております。一応、その中でですね、廃業の部分が入る場合はプラス200万円という形になっております。で申し込みの期間がですね、6月の11日、今日今6月10日ですので、明日から、1ヶ月程度ですね、7月の12日の月曜日の6時まで、ちょうど1ヶ月間がですね、申請受付期間となっておりますけども、ちょっとね、これ明日スタート予定なんですけど、ちょっとね、内容がまだちょっと分かっていないということでございます。はい。で、全体の申請スケジュールになりますけども、もうすでにですね、二次募集ありますよと、二次公募実施予定ですよと書いております。で二次公募の方が、7月中旬から8月中旬ぐらい。ですので、もう一回この申請を、一回目が終わったら、もう次、すぐね、申請の二次がスタートしますよという形になっております。そこでちょっとね、交付決定も8月中旬出るということ、結構早く出るということですので、その中で、年末までのこの計画審に対する案件に関しては、補助金が対象になりますよということになっております。はい。で、補助事業期間というのが、8月中旬から12月までですので、9、10、11、12の、だいたい4ヶ月ちょっとでですね、計画新事業に
まあ、やってくださいというような形になっております。でおそらくこのスケジュールに関しましては、まあ、経営革新型と専門家活用型ほぼ一緒ということになっておりますので、おそらく一応今のところはですね、専門家活用型もここで申請期間ともう一個ですね、二次募集というのがあるんじゃないかということで予測をしております。はい、で一応3月下旬にはですね、補助金交付が終わるように、まあ、年度内で終わるようなスケジュール感というふうになっております。はい、で経営革新型の方のポイントということですね、ちょっとご案内しておきたいなと思うんですけども、まあ、事業承継の要件ということですね、まあ、期間ですね、2017年4月から今年の年末までですね、事業承継もしくは引き継ぎが行われたものが対象になりますよということですので、まあ、これから、ね、引き継ぎ行う分に関しても一応 OK ですよということです。で、少しだけややこしいのはですね、この後また解説しますけども、申請する人っていうのはあくまでも買い手さんですよ、ね、買った人ね、この人ところで承継者というふうに補助金の中では書かれております。で、一方ですね、売り手さんは非承継者という呼び方をされています。そこちょっと間違いないので、ちょっとご注意いただければと思います。で、経営革新の要件というのがあります。ですので、今からやるその事業、補助事業というものがこの経営革新性がないとダメなんでしょうと。でその要件というのをちょっと見ていきたいなと思うんですけども、でこの1番と2番あるんですけど、どっちかを満たさないといけないですよという形になります。で先にちょっと2番からいきますと、生産性向上要件ということですので、まあ、おそらくこのパターンというのはなんか何かしら、ね、なんかこう機械とか、ね、設備を投資していってですね、まあ、そこで生産性上がっていきますよみたいな、まあ、ちょっとものづくり補助金的な要素というのが、ねまあ、出てくるんじゃないかな。でこれを要件を満たすためには先端設備等導入計画または経営革新計画のどちらかの認定を受けていないとダメですよというような条件になっております。はい、で先端設備等導入計画は市町村ですね、申請をしていかないといけないんですけども、一応その認定というのがですね、まあ、まちまちだと思うんですね。で一応ですね、この新整備まで、ね、この補助金の新整備までには認定まで終わっていないとダメですよ、この生産性向上要件満たさないですよっていうのは、ちょっと事務局の方の意見もあったりとか、まあ、一応申請してたらまあまあ一応大丈夫でしょっていう、ね、ご意見もあったりということで、ちょっとここはぼやっとしてるんですけど、まあ、どちらにしろ認定までね、取れることってのは必要になってきますので、まあ、どちらかと設備投資するタイプのものであればこちらを使えるんではないかなというふうに思います。ただ、まあ、時間的にもしょうがないなということであれば、この1番の方に行きたいなということだと思うんですけども、まあ、新事業展開等要件ということなんで、こちらですね、まあ、新商品、もしくは新サービス、もしくは事業転換による新分野進出っていう、この3つの要素、ポイントっていうのはですね、どれかを満たして、かつ、この承継者ですね、買い手さんの会社の方で従業員が1名、ね、この新事業のために1名以上、まあ、増えていないといけない、採用してないといけないという条件がついております。ですので、まあ、一応計画上こうしてないといけないということなんで、まあね、基本的には実際もそうなっていただきたいということなんですけども、一応計画上この条件というのを外していきますよということです。ので一般的な計画心だと、実は新商品新サービスのプラスこの、ね、3、4番というのがあるんですけども、そこは対象になりませんよ。なのでとにかく新しい商品、新しいサービス、新しい事業、この3つのどれかを満たさないと一応対象にならないんですよという形になっておりますので、まあ、そこもちょっとねご注意いただければと思います。はい、なのでちょっとこれどっちでいくのかっていうのはですね、そのね、具体的にどんな経過値にするのかということで、まあ、考えないといけませんので、ここはちょっとね、まあ、認定支援機関の専門家の方と相談しながら進めていただければいいんじゃないかなということでございます。はい、でこの計画新タイプの方でですね、ちょっと注意しないといけないところっていうのがありまして、まあ、そこをちょっと簡単にね、解説していきたいなと思うんですけども、まあ、例えばなんですけども、売り手さんの方で飲食店やってましたよと。で、買い手さんの方は、例えばね、食品製造やってましたと。ね、まあ、食品製造と飲食店ということで、今までその買い手さんの方、B 社の方は、まあ、飲食店をやってなかったんですよ。まあ、こんな、ね、前提だとします。でそんなのに、この売り手さんの、ね、法人、まあ、個人でもいいんですけども、飲食店何店舗かやってるうち、この店舗だけ事業譲渡したいです。としましょう。ね、1店舗だけも事業譲渡。ですので、この会社全体を丸ごと売るんではなくて、1店舗だけ事業譲渡しますみたいな。こういう場合ですね、こういう場合。ね、この場合は非常にわかりやすいんですよ、ね。この事業を譲渡するケースっていうのは非常にわかりやすくて、ね、この飲食店の機能自体が、買い手さんの方に移ってしまう。買い手の会社の中に入っていきます。ですので、この飲食店という、ね、建物であるとか、まあ、その設備であるとか人材というのは全て B 社の所属になりますよと。そんなところで B 社さんとしてもこの飲食店を経営革新していきたいと、
ね、まあ、そのケースにおいては B 社さんが申請する、まあ、商品、ね、買い手さんが申請しますので、当然申請者は B 社さんが申請になりましたと、ね、で B 社の持ち物である飲食店を確信させていきたいので、計画審議をしますよっていう計画を作るっていうことなんで、このケースはですね、非常に分かりやすいんですよ。分かりやすいんです。で、何かというとですね、この事業が買い手さんの中に入っているケースっていうのはすごい分かりやすいですよねっていうことです。で、ちょっと分かりにくいのはこのパターンなんですね。実はもともと法人の会社があって、ね、買い手さんも法人です、ね、例えばこのね、飲食店、まあ、1店舗何店舗でもいいんですけども、この店舗をやってる会社丸ごとを買収しましたよ、株式譲渡しましたよというケースになります。株式譲渡しまして、 B 社さんと A 社さんの関係性というのが、 A 社さんの 株主が B 社の法人になりますよ、こんなケースをちょっと考えていただければと思います。で、間違いなくこちらがですね、 A 社さんが非承継者、非承継者になります。で、B 社さんの方が承継者、承継者という形になります。で、 B 社さんというのは一応株式は持っているんだけども、一応法人としては別々ですね、別々ですよ。どうです。で、この場合ですね、ここで M&A をしました。で、ここでこの飲食店に関して、ね、新しいことをやっていきたい、ね、設備投資して計画してやっていきたいってなった時に、ちょっとややこしいのか、ね、親会社、ね、申請するのはあの B 社さんなんですよ。で、 B 社さんなんだけども、この A 社の箱の中のこの飲食店の、ね、ちょっと改装したいとか、ね、新しい店舗にしたいとかってなった時にですね、お金を使うのは実は A 社なんだけども、申請は B 社ですよ。こんなパターンが出てきます。で、ここもですね、ちょっとね、事務局の担当によって多少ちょっと変わってきてたんですけども、一応全体の方向性としては、あの、間違いなく B 社で申請してくださいねということです。で、お金を B 社が支払ったという証明がないとダメですよっていう形になっております。ですね、ここですね、ここちょっと注意をいただきたいと思います。ね、なんかこう、買ったんだから A 社の、ね、使ったお金っていうのを、ね、まあ、最終的に報告するときに、B 社さんから、ね、A 社さんが使ったんだけど、一緒の会社なんだからいいでしょっていうことをやると、まあ、もしかしたら、ね、ちょっと NG を食らう可能性ありますよっていうことを、ね、言われてしまったんですね。で、これは実際にやってみないとわかんないんですけども、一応建前としましてはですね、一応 B 社でお金を払うっていう前提で、一応絵は描いていただきたいなというふうに思います。で、これも具体的にですね、あの、こういうふうにしてくださいってまた出ると思いますけども、ね、あの、もう最終もしかしたらもう B 社で払っておいて、ね、っていう形を取るしかないのかなということも、ね、ありますので、ちょっとそこだけですね、ちょっと幅を持たせて一応考えておいていただければいいのかなと思います。はい。で、間違いなくこの A 社さんの方っていうのは、あの、申請者になれません。なりません。もう間違いなく B 社さん、買い手さんの方が申請したいになってきますので、人事プライマーカウントなんかも B 社さんの方で一応取得をしておかないといけないでしょということもです、ね、含めて一応押さえておいていただきたいと思います。はい。で、あともう一個考えられるのが、2017年4月以降にですね、まあ、事業譲渡した、株式譲渡したケースっていうのが出てきてますので、まあ、あの、申請するときにですね、こう前の会社のオーナーさんの情報、株主の情報とかもいるんですよ。で、そうなったときに、ね、もう3年前に買収しましたよと。で、そこの、ね、オーナーさんと、前のオーナーさんとお付き合いがないとか、なんかね、お願いするのにちょっと気まずい関係になっているっていうケースは、もしかしたら申請しにくいかなということがございますので、やっぱりね、 M&A っていうのは、まあ、なるべくね、こう、人間関係大事にしながらやっていただくのがいいんじゃないかなということですね。まあ、改めて、このこういう補助金にも使えるなということですね、そう覚えておいていただければいいんじゃないかなということでございます。はい、ということでですね、今日はですね、経営過信型の方のですね、まあ、注意ポイントということをですね、ちょっと図式も使いながら解説をさせていただきました。はい。で、まだ、あの、確定情報ではなくて、今、現時点ではこんな風に、ね、回答がありましたということをですね、ちょっと解説をしています。で、例えば最後ね、この株式譲渡のやつなんかも、なんかもう一体とみなして、なんか共同申請とかしてもいいですかみたいなことをですね、一応確認はしてるんですけども、まあ、そこもちょっとね、返事がまちまちだったりしましたので、まあ、それもね、ちょっとクリアになった段階でまた情報をシェアしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、事業承継引き継ぎ補助金のですね、計画審型の方の解説をさせていただきました。